こんにちは。なんかめっちゃ手ぬるいの。閉めた。髪伸びた。結構切ってないんだよね最近。整えるぐらいしか切ってないから、そんな短くしてないから。レッスン後、レッスン後じゃない、あレッスン後でもあるから、レッスン後だし、レッスン前空いてるんだよね、レッスンとレッスンの間が。だからやんないといけないことがあったから、そんな間にやりたいことやっててみたいな。でお昼ご飯食べて今って感じ。昼休みとかじゃなくて普通に間が空いてるだけ。なんか浮いてないここ。アイロンすればよかった。1時間ぐらい配信するね。2時何分にランキング37分ぐらいに始めたっけ。私始めたじゃん。見れないんだけど。37分いや。なんだっけ、37分だったら2時35分になったらランキングで終わろうかな。1時間やって35分
薄いな。ちょっと伸びてきたのか。ベストな長さよりちょっと長い。切ろ。2週間に1回ぐらい切らないと伸びるから。でいつもちょうどいい長さに切るからすぐのすぐ邪魔になってくるんだよな。短めで切ったりとかしないから。そこまで伸びる。いや伸ばしたわけじゃないんだよ前髪。別にちょうどいい、ちょうどいい長さ。大丈夫そう。前髪重ねたらこの世の終わり。でも前髪大事だよね。すごいさ、前髪で印象変わるじゃん。大事だよ。だから私もない。あとで出る前に日焼け止め塗ろう。焼けそう今日。
あったかい、日差しが強い今日。朝塗ったけど、さすがに塗り直さないと。全然の時間、いや今日そんな寝てないかも。3時間半ぐらい寝たかな。違う、ん、4時間ぐらい、3時間半か4時間ぐらい。さっきちょっとだけ寝てたんだよね、30分ぐらい時間あったから。紫外線強くなってる。日傘さしてもいいけど、日傘そろそろ持つか。まださしてないんだよね日傘。日焼け止め塗り始めたけど、皆さんそろそろ持っていった方が良さそう。日焼けする方、いやあんましない。うーん、赤くなるタイプだから。赤くならない人の方が日焼けしやすいじゃん。痛いんだよね日焼けすると。焼けるのも嫌だし、痛いから焼けたくない。そこまで焼けることないけど。相当ずっと外に長時間いないと真っ赤にはなんないけど、痛いまではいかないけど、でも焼けるの嫌じゃん。あんまなんない方ではあるけど。ちょっと歩くだけじゃん、そんなめちゃ開けるわけじゃないから、そう痛くなるほどはいけないけど、そうあんま痛くないから。普通に良くないしね、あんま紫外線当たるの。家族みんな赤くなると、いやみんなじゃないね、お母さんたちは知らないけど、妹たちはそんな赤くならないと思う。解決すると確かに痛いよね。なんかさ、それでもそのめっちゃ長時間ずっと外に出るような時じゃないとなんないけど、そんな痛いってなるまで焼けること最近はないけど、そのずっと外にいることがないから。だって基本お仕事あっても室内じゃん。外のイベントあってもさ、そんなずっとさ、紫外線当たる場所にいるわけじゃないじゃん。屋根ある場所にいるじゃん、日陰にいるから。そんな焼けることがないからだけど、学生の頃とかさ、体育祭運動会とかその練習期間とかの時は痛かったね。そのぐらい外出ないとなんないけど、そうか最近はないけど。そんなずっと日向にいることがないから、仕事も基本室内とかが多いしな。野外ライブ、外の野外イベントはあるよ、何回か出たことありますね。今日でも何回か出たよね、2回3回ぐらい。あんまり覚えてないけど回数は出たよ。外
のイベント。でもね、時間がなんかさ、ちょっと暗くなってからとか、あのなんか屋根あって日陰みたいなステージとかだからそんななんかめっちゃ暑い場所でみたいなじゃない。だからそんなこうかなんか皮膚が赤くなるぐらい焼けたりはしないで、別にそんな感じの、そんな感じだから出る時間帯とかそのステージのやなんていうの、そのステージ屋根あって日陰になっててみたいな感じで。時間帯もあるけど、休むの大敵、そう、よくないからね、あんま当たるの。肌焼けてもどうしてもいいって人も塗った方がいいよ、日焼け止めは普通にあんま紫外線当たるのよくないしね。本当は年中塗った方がいいけど冬は塗ってない最近は塗ってるけど。日傘出そっかな、そろそろ。そう、一年中塗った方がいいよ、冬でも。冬でも紫外線はあるから夏ほど強くはないけど、だから塗った方がいい。家にいる時も窓からさ入ってくるじゃん光が、だからそこまで意識高くないから慣れてないそこまではできてないけど、本当はね人がいるし。日傘、日傘折りたたみ派ってか日焼け日傘はね、折りたたみ派だね。傘は普通の傘、雨の時にさす傘はあの普通のやつがいいけど、折りたたまないやつ普通のがいいけど、使うとさ雨の日に傘使うと濡れてしまえないじゃん逆に邪魔だから普通の傘は折りたたまない、普通のやつがいいけど、日傘は別に使っても濡れないじゃん、雨の日に使うわけじゃないから、だからね、あの折りたためるやつがいい、しまえるからカバンの中。まあ折りたたみも使ってるから、前はね普通の折りたたまないやつ普通ね使ってた時もあったんだけど邪魔だからね日傘、あ折りたたむやつも使ってる。あ、兼用のやつもあるね、持ってるの兼用のやつだけど、どっちも使えるやつだけど、雨でもでも使わんないいやね、なんか降るか微妙な時で持っていくんだったらいいんだけど、今日降るだろうなって日に、あと絶対降るだろうなって日は普通に傘持ってる。折りたたみ傘使うと使った後がめんどくさいんだよな折り
傘ってちっちゃいし、あの使ったらさびしょびしょだからさ、こう畳んでこのケースの中入れたら邪魔だし、濡れてるからカバンの中しまえないしそんなびしょびしょなの。だから普通の傘の方がいいんだよな、雨の時使うの。日傘は折りたためるのがいい、濡れない、別に使った後畳んでも濡れてないからリュックの中しまえる。あとでも結構日傘ちょっとしまってあるから出さなきゃ。うん、皆さん間違って持ち帰ること？私ねビニール傘使わないんだよね、こう分かんなくなるじゃんどれか、だから取られるのも嫌だし自分が間違えちゃうのも嫌だからビニール傘買わない。仕方ない時を除いて、ビニール傘じゃなくても取られたことあるけど似ててか分かんないけど、なんか買って1回目使ってその日になくなった1回しか使ってないのに普通に買ったやつ、めっちゃショックだったなあれ。ってびっくりしたあの時、1回使って初めて使ったその日に消えた傘うん、違う傘買い替えた方、今はなんか誰も持ってなさそうな柄の傘、誰も持ってなさそう、あんまかぶんなさそうな使う、なんか傘ビニール傘とかが多いからさ、めっちゃシンプルな柄だけど無地とか選ばないようにしてる無地の傘でかぶりやすい。ビニール傘とか無地のやつは絶対買わないだから取られちゃう。できるだけに帽子、私ね夏とかに帽子かぶるのあんま好きじゃなくって夏汗かくじゃん、汗かいてるのに帽子かぶるのが嫌で、かぶんない帽子だから、あの日傘、日傘さす、傘
持ち運ぶの大変。日傘はね、折りたたみ傘だから私が使ってるの。そんな大変じゃない。ちっちゃいやつ。ちっちゃくできる。麦わら帽子とかに麦わら帽子あんま被ってる人いなくないすごいなぁと思う。なんかさ、なんかおじいちゃんおばあちゃんとか被ってたらさ、可愛いなとかで済むかもだけど田舎の方のおじいちゃんとかがかぶってるの見たことがある。すごい田舎行った時に、ほんと田んぼだらけみたいなとこ行った時におじいちゃんとかかぶってるの見たことがあるけどいなくない。今どうせよそう、そのなんか麦わら帽子にあのタンクトップ着てるようなおじいちゃん田んぼとかにいるようなそういうおじいちゃんは何回か見たことあるな何回かいた。おばあちゃんは見たことないな。麦わら帽子かぶってるおばあちゃん。おじいちゃんだな、かぶってんの。何回か見たことある。それ以外では見たことないよ、麦わら帽子。サングラスして、サングラスしてる人いないね。うん、メンバー私もサングラスなんてつけないしな、持ってない。サングラスつけたら、いや、お父さんがさ、サングラス持っててつけたことあるんだけど見づらいじゃん、周りいいかな、別に欲しいと思わない。お父さんのサングラスメガネかけるやつ。そうだね、ガチメガネ。もう自分のメガネでさえ全然かけないけど、ほんと寝る直前にちょっとかけるぐらい。コンタクト取るのがほんとに寝る直前だから、なんならメガネかけない時もある。もうそのまま全く見えないわけじゃないからさ、コンタクト取っても、もう取ったまんま普通にベッド行ってみたいなで朝起きてもそんなもう視界ぼやけて言われるけど全く見えないわけじゃないからさ、みんなねかけずにそのまま洗面台行ってすぐコンタクト。そんな感じなんだよな。メガネつけない時も全然ある。
当寝る直前にコンタクト取って、起きてすぐコンタクト入れるみたいな感じなんだよなずっと一日家にいる日とかは、まあ、あのメガネかけて過ごす時もあるけど、配信前にメガネじゃないわ、コンタクトにするとか、お風呂入る前にコンタクト入れるとか。いや、あんまりやんなくてもなん、そうなんだよね、コンタクト。だいたいわかるじゃん、場所とかもさ。全く見えないわけじゃないし、ぼやけて見えてるだけで。わかるしね、どこ辺になんか足元物あるからみたいな、ここ避けて歩かないととかわかるし、そう、ぼやけてる。あ、でもそのメガネずっとしなくて、ずっといるわけじゃないけど、普通にあのコンタクトつけないときはちょっとメガネかけてるけど、画鋲が落ちてるかも。絶対ないよ、だって家に画鋲がないんだもん、そもそもどっから出てきたのその画鋲ないのに怖いよ、落ちてたら そもそも家にないのに。画鋲使わない、うん、使わない。声ほど地味みたい痛そう、確かに声硬いから。画鋲プレゼント、確かに画鋲プレゼント急に送られてきたらえってなりそう。画鋲って、35分にランキング打ってたよね。あと20分か。もう40分も配信したってこと？40分ぐらい。日焼け止め塗って日傘も持ってくださいね、しないと。日傘。なんかさ、ずっとさ日傘前までリュックにしまっててさ。なんかずっとリュックのポケットにさ日傘のさケースは入れてあるけど、日傘は入ってないんだよね、違う場所にしまってる。なんで日傘のケースだけ持ち歩いてんだろう私。日傘のケースだけリュックに多分ね、日傘さして帰ってきた時にさケースにしまうのがめんどくさくって、そのまま直しちゃったんだよな、違う場所に。
で、そっから使ってないからずっとケースだけリュックに入ってて、ケースだけ持ち歩いてる。いらない、いらさ持ってこう。入れて、焼け物だったらいい。今日あったかいかな、まだ外。さっき歩いてた時また来てたけど、ちょっとあったかったの。昨日だっけ寒かったの。昨日か、昨日ちょっと寒かった。ね、昨日ちょっと寒かったよね。私夜ちょっと、うん、帰るときちょっと寒かった。ロンティーにフリース着てたんだけど、薄いフリースだからさ、普通に風通すから寒かった。今日はちょっと暖かい、昨日よりは。まあフリース着てくけど寒くてももういいや、フリースで出してあるから。キャップ似合いそう。私キャップあんま好きじゃないんだよな。こうなんか髪抑えられる感じが好きじゃない。前髪も潰れちゃうし、髪抑えられる感じがあんま好きじゃなくて、キャップ前は持ってたんだけど、もう一個持ってない。キャスケットが好きだな私。あんまかな。で持ってる帽子はキャスケットとバケハとベレー帽かな。そんなしょっちゅう帽子かぶるわけじゃないけど、あんまねキャップは好きじゃないんだよね。他の人が被ってたら可愛いと思うけど、自分が被るのは嫌。金抑えられるのは嫌。前髪つぶれちゃう。自分が被るのはいいやって感じ。キャスケとかバケハかべれば。だな、キャスケットはね前髪つぶれないか。帽子なんていうの、キャップみたいな似てるけど見た目、前髪つぶれないから好き。理由それ形も可愛いし、ちょっとベレー帽と、なんかベレー帽とキャップの中間みたいなやつじゃん。なんてちょっとベレー帽っぽさもあるじ
わかるかな、なんか中間みたいな。らしいです。あ、そうだな、ガム、もともとガムよりグミの方が売り上げ多いかと思ってた。ガムなんかちっちゃい頃よく食べてたけど最近全く食べないよ。グミは時々食べる、たまに。いや、なんかさ、好きなグミがあるんだけど、一回食べてめっちゃ美味しくってもう一回食べたいグミがあるんだけど、モチラっていうグミ。でもね、全く見ないの。なんかコンビニ行った時とか探してみるんだけど、グミのコーナー行ってさ、モチラ、グミってなんていうのかな、でもグミじゃないって書いてあるんだよな、あれ。モチラってお菓子、グミみたいなやつ。そう、それはねめっちゃ美味しいんだけど、今もう見なくて売ってるの。前に1回だけ見つけて食べたんだけどね、めっちゃ美味しかった。そのグミが美味しくってまた食べたいんだけど、本当に見ないの、売ってるの1回しか見たことない。そっから見ないからさ、買えない。もう売ってないとかなのかな、期間限定で。わかんない、そのレベルで見ない。そう、ラムネ味、生ラムネっていう、なんか昔売ってたさ、ラムネ味のなんていうの、グミみたいなやつ、それもに食感とか味がすごい似てて、美味しいんだよ。どうしたんだろう、セブンだけど、でも他のセブン行ってもあるわけじゃないから、店舗によって。グミでもラムネでもお餅でもないらしい。そう、グミみたいだけどグミじゃないんだよね。お菓子めっちゃ美味しくてね、食べたいんだけど見かけないから食べるの。そう、割と最近出たの。めっちゃ話題になってるやつ、それもちろん。グミ好きだからさ、なんかそのグミのさ、なんかそういう情報とか、こういう新しいグミが出て、そのレビューとかを投稿してるアカウントとかがあってさ、インスタとか定期的に見てる。そう、新しいグミ気になったやつ買ってみたりとか。もちろんもそれで見てか。また食べたいんだけど見ないんだよね、売ってるの、人気すぎて。あとはね、あれも美味しかった、マロッシュっていうグミとピラグミのコラボのグミが出てて、下のマロッシュだっけ、ちょっと忘れちゃった。そのマロッシュとピレグミが半分ずつになってる、半分で1個のグミになってるやつがあって、レモン味のすごい美味しかった、コラボのグミ。
海のコラボってあんまないじゃん。だから気になっててさ、見つけたから買った。それはね結構見る。でもモチラは全然見ないんだよ。食べたいのに。また好きだったんだけどな、あの海売ってるの全然見なくて。めちゃくちゃ、いや結構ね適当に気に見てるんだよね、そのグミのさ、そのそのなんかレビュー、新しい新規商品とかのさ投稿、インスタで投稿してる方のやつ結構見てて気になったグミ買ってる、見つけたら。一番最近食べたグミだとね、あれだね、あのくるみちゃんのグミ、くるみちゃんのやつはね、そう見つけたら買おうと思ってたんだけど、めちゃかわいい 4D グミで立体的なやつ、くるみちゃんの形してて、でそこがハートになっててみたいな、めちゃかわいくってさ。でグレープソーダ味で、味めっちゃ美味しかった。そのまま売ってるの見ない。うちら検索したらみんな探して回ってたから。いやね、ほんと人気なんだよそのグミ。全然なくって、売ってなくってさ、めっちゃ人気それ。一時期さ、水グミがすごい話題になってたじゃん。あんな感じで今そのモチラっていうグミがめちゃくちゃ話題になってる。うん、ないんですよね売ってるの。グミ好きなんだよ私。もちろん美味しいよそれ。見つけたら買ってみて。もちろんっていうグミじゃないんだけどね。グミじゃないって書いてるけど、まあ、グミ近いお菓子。めっちゃ美味しい。前に言ってた生ラムネっていうお菓子にすごい似てる、味と食感が。生ラムネはね結構前に生産終了しちゃって、人気で追いつかなくなって終了しちゃったんだよね。気づいたらなくなってた。食べたいんだけど、でもコンビニ行った時結構見るんだけど、グミコーナーどこにもない。人気すぎて終了。え、結構ない、人気すぎて生産追いつかなくて終了みたいな。割とない、そういうの。こうあるイメージ。生ラムネもそうだね。期間限定はもうなくなり次第終了。もうなさそうだね。あるかも。再発してほしいな。めっちゃ人気だからありそうではあるけど。ミニ入れ替わりは確かに激しいね。確かに。うん。期
めてみよう。いやね、グミの期間限定って分かりづらいのよ。こんな書いてないから、期間限定の味とかだったら書いてないから、そのグミ自体が知らなかった。もちろん期間限定なの。アマゾンと、いやね、多分それは正規のやつじゃないね、多分。お腹痛くないかも。めっちゃ美味しいんですよ、そのグミ。生ラムネみたいで。最近食べて一番好きだったグミ。クロミちゃんのグミも美味しかったけど、それが一番好きだったな。マルシュとピレグミのやつも美味しかったけど、こちら また見かけたら絶対買おう。でもないんだよな、見ないんだよ。今日もコンビニ行った時にさ、見たんだけど、グミコーナー売ってなかった。全然見ない。買ったお店のセブン、買ったお店、買ったところのさ、セブンもう一回行きたいけど、あんま行かないところだからさ。もう次そこに行く頃にはもうだいぶ先になってそう、いけるから。ちょっと待って、買ったけど、でもどこのコンビニでも売ってる。セブン限定とかじゃないこれ。行かないからね、普段行くところ。普段行くセブンもないけど、よく行くセブンじゃないから。ハマったこと見つけたらでいいや。生ラムネも再販してほしい。気づいたらなくなってたんだよね。見ないなと思ってたら、なんか生産終了、販売終了してた。気づいたら終了してるお菓子あるよね。男梅、私食べたことあるかな、あんまない気がする。え、ないかも。男梅、ほんとそんなストックしてないからな。ないですよ。もちろん早まとかね、もちろんね、そうコンビニで売ってるね、コンビニで売ってるお菓子。グミって言いたくなるけど、グミじゃないんだもんね。なんかパッケージ的にグミって言いたくなるけど、グミじゃないんだもんな、見た目とパッケージ的に。グミって言いたくなる。そう、もちろんもちろん、そう、なんか違うらしい。グミでもお餅でもラムネでもないってパッケージに書いてあるの。そう、グミじゃないらしいから。ハイチュウ好きだよ。ハイチュウなんかホワイトソーダみたいな
カルピスみたいな味するやつ。記事の裏にグミって書いて、あ、商品のところ。いやね、菓子みたいな。菓子って書いてある確か。グミって書いてないんだよね。だから分かんない。おかしい。おかしい。でもグミではないらしいんだよ。グミみたいな見た目とパッケージだけどグミじゃない。35分だ。ちょっとランキング読むか。行かなきゃな、私。じゃ13位からランキング。13位。ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。あ、あれ結構あったか、ちょうど。13位、まぼろしさん、ありがとうございます。12位、やすさん、ありがとうございます。11位、いささん、ありがとうございます。10位ヒンメルさん、ありがとうございます。なんか今日なんかここが9位ムムさん、ありがとうございます。次8位トシベビーアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。8位の方読んだから、次7位あきひこさん、ありがとうございます。6位つうしみけんすうけさん、ありがとうございます。5位バトニーさん、ありがとうございます。4位フロマンさん、ありがとうございます。3位まるさん、ありがとうございます。2位ナオトさん、ありがとうございます。そして1位が大野貴文さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。よいしょ。それ次の配信明日かな。明日、明日何時、明日ちょっと待って、明日見てみよう。明日書いてるかな。スケジュール明日は夜しようかな。ファミリーできそうだったら帰ってきてすぐやろうかな。いや、ちょっと待って、うん、あ、でも夜かな、できたとしても20時以降とかかな、多分、多分いつも通り23時ぐらいか、ちょっと早めに20時ぐらいとかでするか。まあまた明日言います。夜かな。明日はお昼は多分しないかな、できないと思う、多分。ちょっとその日傘をね準備して、ケースだけずっと持ち歩いてたからケースだけリュックに入れて日傘持ち歩いて、日傘準備してくる。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。レッスン行ってきます。また明日、またね、ありがとう、バイバーイ、ありがとうございました。